はい、こんにちは、116インズです。今回はオールスター関連の話をしていきますが、先日動画にてご紹介しましたけれども、オールスターのファン投票が現在行われています。中間発表にて大谷選手が DH 部門トップであることは皆さんもすでにご存知でしょうが、大谷選手を含めフェルナンド・タティス・ジュニアなど今回が初めてのオールスターとなる選手も最終的には数多くロースターに入るのではないかと考えています。まあ、大谷選手やタティスクラスの選手であれば今後何年間もオールスターに名を連ねる可能性はありそうですが、一方で今年オールスターに初めて選ばれて、それがキャリアで最初にして最後のオールスターとなる選手もおそらく出てくるでしょう。やはりそれだけオールスターに複数回選ばれるのは簡単なことではないことの証明だと思いますし、実際現役の選手の中でも1回だけ選ばれてそれ以降選ばれていないという選手も結構いるんですね。なので今回は現役選手の中でそんなオールスターに今のところ1回だけ選出された選手にスポットを当て、個人的にそういえば選ばれてたなと思った6人をご紹介していこうかなと思います。はい、1人目は現在アスレチックスでプレーしているミッチー・モアランド。2018年のレッドソックス時代に一度だけ選出されています。モアランダといえば右投手にめっぽう強いファーストというイメージが強いですが、一方で左投手をキャリアを通して苦手としているためプラトーン起用されがちな印象も個人的にはある選手ですね。毎年の打撃成績も安定はしているものの決して突出したものでもないため、それが彼のオールスター出場を阻んできたんでしょうが、ただ2018年のレッドソックス時代のモアランドは前半戦の OPS が8割5分3厘とキャリアハイペースで打ちまくりまして、念願のオールスター出場につなげることができました。もともとドラフト17巡目指名とかなり遅めの指名でありましたが、ここからオールスター選手にまで成長したのは彼の努力が実を結んだとも言えるのではないでしょうか。ちなみにモアランドはこの後後半戦に大きく成績を落とし、シーズンの OPS は7割5分8厘とファーストとしてはむしろ少し物足りないかなというくらいの水準まで落ち込んでしまったんですけれども、ワールドシリーズ第4戦では4点ビハインドの7回に代打で登場し、反撃のスリーランを放つという印象的な活躍もこの年ありましたね。2人目は現在フィリーズのマット・ジョイス。2011年のレイズ時代に選出されています。ジョイスは先ほど出てきたモアランド同様右投手には強いんですが、こちらも左投手に非常に弱く、やはりプラトン起用されているイメージがある選手ですね。さらにレイズを退団してからはエンゼルス、パイレーツ、アスレチックス、ブレイブス、マーリンズ、そして現在のフィリーズと多くの球団を渡り歩いていまして、すっかりジャーニーマンとなっています。ただこの2011年シーズンのジョイスは特にバッティングが好調で、5月終了時点の打率がなんと3割7分、当然ながらこれは MLB トップの成績でした。開幕から2ヶ月間ジョイスはバッティングの好調ぶりをずっと維持することができていたんですが、6月に入ってから成績を一気に落としてしまいまして、前半戦の打率は最終的に2割9分まで落ち込んでしまったんですけれども、開幕から2ヶ月間の活躍が特に評価されてのオールスター選出となりましたね。3人目は現在ブルージェイズでユーティリティとしてプレーしているジョー・パニック。パニックといえばキャリア序盤ジャイアンツのセカンドのレギュラーとして大活躍していた印象を多くの方も持っているかと思いますが、2014年途中に MLB デビューして23歳のシーズンながらいきなりシーズン打率3割5厘、バッティングの安定感が本当に素晴らしかったですよね。2014年のジャイアンツは直近5年間で3度目の世界一に輝いた年でもありましたが、パニックの台頭は一つ大きな要因でもあったと思っています。で、2年目の2015年もアベレージの高さは相変わらずで、さらに多少パワーもつけて前半戦打率3割8厘 OPS が8割2分、ジャイアンツの本拠地 AT&T パークが投手に非常に有利な球場であることを考えますと、このバッティングはよくやっていたと思いますし、順当なオールスター選出と言えるでしょう。そんな感じで順調なキャリアを歩んでいたパニックですが、後半戦入ってすぐに腰痛で離脱し、これが彼の2015年シーズンをそのまま終わらせる原因となったんですが、その後もなかなか2014年や2015年に見せたバッティングを取り戻すことができず、2019年途中にジャイアンツからリリースとなってしまいました。そして現在はブルージェイズのユーティリティということですから、キャリア序盤の活躍が素晴らしかっただけに、パニックの現状は個人的にはちょっと寂しいなと思っているところがあります。4人目はタイガースのジョー・ヒメネス。ヒメネスはずっとタイガースでプレーしている選手ですが、通算の防御率がなんと 5.82、 今季も8点台とメジャーリーガーとしてのキャリアはむしろうまくいっていない方だと思いますが、そんな彼は2018年に一度だけオールスターに選出されています。タイガースは近年再建中で負ける方が多い年が続いていますが、そんな再建中のチームでヒメネスは2018年勝ちパターンとして前半戦活躍しまして、前半戦46登板で防御率 2.72、 セーブシチュエーションを任されることもありましたし、なかなかの成績を残しているんですよね。
MLB のオールスターは全30球団から必ず最低1人は選ばれることになっていますので、まあ、ヒメネスがここで選ばれたのはそんなにおかしくはないのかなと思っています。ただヒメネス後半戦に一気に崩れてしまいまして、22試合で防御率 7.78、 勝ちパターンとして信頼されたヒメネスは一体どこへ消えてしまったんでしょうか。5人目は現在ホワイトソックスでプレーしているジェイク・ラム。ラムはダイヤモンドバックス時代の2017年にオールスターに選ばれていますが、この当時のラムといえばダイヤモンドバックスの中軸として本当に活躍していた、そんな時期ですよね。2016年と2017年の2年間でホームラン合計59本、2017年はシーズントータルで30本放ち、これが今のところ彼の唯一の30本放ったシーズンとなっています。ラムの2017年の前半戦の成績ご覧いただければ良さがわかると思いますが、85試合でホームラン20本、 OPS9割2分2厘、三振がちょっと多めな感じはありますが、この成績ならオールスター選ばれても文句なし、むしろこれで選ばれない方が不思議というぐらいの成績ですよね。オールスターにも選ばれ、これからダイヤモンドバックスの中心選手としてチームを引っ張っていく存在になることが期待されましたが、このオールスター選出をピークにラムのキャリアは下降線をたどっていまして、2018年以降は怪我や成績不振にずっと悩んでいる状況です。最後は現在エンゼルスで大谷選手とバッテリーを組んだりしていることで日本でもおなじみのカート・スズキですね。ツインズ時代の2014年にオールスターに選出されています。鈴木といえばキャッチャーとしてはそれなりに打つことができて、現在のエンゼルス以外でもアスレチックス、ナショナルズ、ツインズ、ブレーブスでレギュラークラスとして活躍はしてきましたが、一方でかといってものすごく打てるとまではいかないので、今回調べながらそういえばオールスター出てたなと自分でも思ったくらいです。ツインズはこの前年の2013年までジョー・マウアーが正捕手を務めていましたが、脳震盪の問題などから彼を守るために2014年からファーストに完全にコンバートされていましたので、その穴に鈴木が入った形です。ツインズに加入する直前の2013年の鈴木は打率2割3分2厘と低調でしたが、ツインズに加入した2014年の前半戦は打って変わって打撃が好調で打率が3割9厘、鈴木にマウアーが乗り移ったんじゃないかと思うぐらいのバッティングで見事にオールスター初選出を勝ち取りました。ちなみにこの年のオールスターはツインズの本拠地ターゲットフィールドで開催されましたが、アメリカンリーグ2点リードの最終回のマウンドにツインズのクローザーグレン・パーキンス、キャッチャーには鈴木というツインズバッテリーでエールの勝利を守りきる展開となったのも懐かしいですね。はい、ということでここまで6選手見てきました。1回選ばれてそれ以降苦戦している選手も中にはいましたが、忘れてはいけないのがオールスターに1回選ばれるというだけでもとてもすごいことですし、名誉のあることだという点ですね。その年にオールスターにふさわしい活躍を見せたというのは紛れもない事実ですし、今後そのような活躍をまた見せてくれることに期待したいです。今年のオールスターのロースターは現地時間7月4日に明らかになるようですが、皆さんも初めて選出される選手に注目してみてはいかがでしょうか。私自身もロースター発表今からとても楽しみです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。